すみません。何やってるの。その辺にしておけ。社長、うまくいかないときはこれを。人生という名のゲーム、君は逆襲できるか、逆襲できるか、逆襲できるか。社長、お願い社長、私をレベルアップさせて。お願い社長、想像を超える都市学習 RPG。 皆さんどうもこんにちは、木島明日香です。お願い社長 3.5 周年、本当におめでとうございます。この度お願い社長の CM に出演することになりました。以前のお願い社長の CM を実際に見てとっても印象に残ってたんですよ。なので今回は私がその CM に出演するということで、率直にとっても嬉しかったです。ゲームの中に一キャラクターとして私も登場することになったんですけれども、私もとてもゲーマーなのでキャラクターとしてゲームの中に入り込めるっていうのがとてもとても嬉しかったです。コマーシャルの中で、人生はゲーム、君は逆襲できるかっていうセリフがあるんですけれども、その中の逆襲っていうものがテーマになっている、ユニークでワクワクするような CM になっています。 CM の中で私がレベルアップする変身シーンがあるんですけれど、360度回転するカメラの中で変身する姿を撮ったのがとっても印象的でした。途中社長からスマホを受け取るシーンがあるんですけれど、そこでこうスマホがパーって光ったんですよ。その光った光がめちゃくちゃ眩しくてちょっと笑っちゃいました。人生はゲーム、逆襲してみせます。ちょっと勢いある方がいいですか。そうです、はい、勢いある方がいいかもしれないです、ね、せーの、せーの、縦も兼用できてるんで。はい、このワンタイプでいっちゃいます。君のおかげだよ。木島明日香さん、撮影終了です。ありがとうございました。はい、まずキャラクターの性格がとっても豊かなんですよね。で、グラフィックもとっても綺麗なのでプレイしていてとっても楽しいです。で、3.5 周年っていうことなんですけれども、操作が簡単だし、あと無課金でも遊べるので初心者の方もとっても入り込みやすい、そんなゲームだと思います。はい、基本的には FPS ゲームが好きなんですけれど、最近は RPG をやったりシミュレーションゲームをやったりリズムゲームをやったり、結構いろんなジャンルのゲームに挑戦してます。私は17歳の時にスカウトしていただいてこの世界に入ったんですけれども、入って一番最初のモデルのウォーキングレッスンの時にとっても厳しい先生がいて、その先生にまっすぐもう歩けないなんて本当にセンスないよ、絶対向いてないよみたいなことをこう言われたんですね。でそこから本当に悔しくて、1年間くらいウォーキングレッスンを毎週命を懸けるぐらい頑張って、初めてオーディションに受かった時に先生にやっと逆襲できたって思いました。お願い社長 3.5 周年、ゲームの中で私があなたの逆襲をお手伝いさせてもらえれば嬉しいです。